清潔なので、その人だけが中を取れ、そのしまって大丈夫です。ここを置かれてます。そうですね、でここからは清潔なので、そこにそっと置いてください。この中は清潔なので、絶対に触ってはいけません。いいですか。で、ここから手はきれいだということにして、この辺不潔でしょ、触っちゃダメ。ここだけ清潔なので、ここだけ触っちゃダメ。ここまで。そしたら手を、ここは裏側になっているので不潔になってもいい部分なんですよ。こっち側は清潔な部分なので、ここは絶対に触っちゃダメ。ここの部分だけを手を持って、この中にスコンと入れます。わかります。こっち側はそう、結構な、持ったりきついんですけど、思ったよりも破れないのでビュッと入れます。どうしよう、こっちに違うのか。そうそうそう、でもここは触っちゃダメよ。そうそう、絶対に。あ、うまい、
ミスったら切れるからね。指完全にスポンってくるので、多分切ってもらうと分かるけど、恐ろしいので、よく切れるので、ここを最初、切るだけで大丈夫です。全部じゃないよ、こっちまで、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。これ見ると、真ん中に穴が開いてるんですよ。真ん中がこう穴開いてるの分かります？この穴のところにこれを通していくんです。しかも横からこうやって入れてカチッとですね、ロックされるところがあるのでそこまで入れます。はい、あ、左利きなんですね。じゃあこっちだけです。ここの斜めのところとここを合わせます。で、間に入れてあげて刺す。でも強くやってここから針出てきたら自分の指切りますからね。気をつけて。気をつけてね。本当に気をつけてね。明日ね。明日。ここの間のところに落とす。この隙間を通す。そう。隙間を通す。ここもこの真ん中にスリットが入ってる。失敗すると切れるから。あ、違う、反対。そうそう。こことここに合わせる。そうそう。ゆっくり、ゆっくり。気をつけて。気をつけて。もうちょっと OK。 出来上がり。結構簡単に貫通しますので気をつけて、間違えたら分からないように。コツがあるんですけど、針はこんな感じで入ってます。で、ここの一番上のところは穴じゃないです。よく見てると上開いてますよね。穴じゃないんですよ。はい、糸を入れるその通り、そう、ガクッと入れると入るので。まず看護師さんはこの針を上向いた状態で、この状態でここにカチカチって、今カチカチって2回言いました。ここで完全にロックされたら人差し指で糸をここ押さえてあります。で、真ん中に出る。で、針のこの真ん中を通す。カチャッと今通す。またこの針の上を通す。これで OK。で、2個を持って先生に渡します。手出して。と渡したら、おー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 。接種なんだよ。持っていただいて、縫うんですけど、縫うときはスナップを効かして、そのスナップを効かして縫います。こう入れるんじゃない、こうなんですよ、ね、そう。だからこう入れ込んだらくるっと回すんですよ。
って、あ、反対反対こう、こう持って、くるっと回して、そうそう、もう一回見てね、こう持ったのを、くるっとこう回します、ここでもらう、大丈夫です、くるっと、あ、うまい、すごい先生、で、そう、これもらう、その、で、これただやっちゃダメで、これをくるっと回したときに回してもらったら、この人差し指でずれないようにちゃんと押してあげるんですよ。押してあげる。固定する。ことが、はい、もう一回。はい。あ、でもすごい先生、一回もめちゃくちゃやれますよ。いけます。前。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。